雲法は、新末、中華民国の軍人、政治家。北京政府、安ン派の有力軍人で、断基随配下の四大混合の筆頭とされる。後に、国務総理も務めた。号は、つばさ弟は、安ン派、直霊派の軍人であるグモミサ三島省演習府、数県、三鎮内総村の出身。父は、長生、母は、九死。 幼くして、父を亡くし、グモミサゴと共に水を売ったり運送業を行って、生計を立てていたが、18歳の時、グモミサゴが、少女の息子に水を跳ねて、罪に問われそうになったため、グモミサゴと母と共に夜逃げして、災難へたどり着き、染色業を営んだ。右目が、外車子だったことから、車眼染めたと呼ばれ、親しまれた。後天心に赴き、 天津武美学堂を卒業し、1902年に北洋常備軍軍政士参謀所で、悲惨長として任用された。李教忠氏が、運気総督に任命されると、雲邦も雲南省に赴任し、新軍特連公所総参議に任命された。1911年10月に、埼津は、離元、東大津行らが、武将義にをし、義を勃発させると、 雲法は火山に手数声を引いて牢上したが、結局昆明から逃走して帰京し、同じく下野した反復と再命で、路豊か面粉講師を経営した。1912年に中華民国が成立すると、雲法は同年7月に軍に戻り、三島省で北洋陸軍内五人統制権改弁、三島軍務に任ぜられる。9月。 部隊単位の名称変更により、第五志市,市長となり、ビリアマ型艦装鎮に駐屯。その後、陸軍部次長に移動した。1913年、三島都督に就任する。1914年には対武将軍医を授与され、正しり三島軍務となっている。1915年12月に、遠征外が皇帝に即位すると、雲邦は伊藤伯爵に封じられた。 1916年、海将軍に封じられている。しかし3月18日、チャンスー将軍、兵国将、厚生将軍、李順、石虎将軍手随、湖南将軍有名と、五国軍撤退と、帝政撤回を求める、五将軍の密、伝を発した。同年6月に、遠征外が死去すると、雲邦は、断気随廃下の、四大混合の筆頭と目され、 暗記派の有力幹部となった。一方で、直霊派の宋根とは、義兄邸で、自身の息子は法典派の長作人の御女と、いい名付けであった。1917年、日本へ軍事視察に訪問し、帰国後は参戦軍特連に任命された。1919年11月5日、国務総理兼陸軍総長に任命された。 他派閥とのバランスを重視していた雲法は、当初、財政、内務、交通部長、国務院秘書長は、自派閥から選抜すべしとする安福圭議員からの要求を拒んでいたが、24日、同じく、四大混合の女児層から段気髄の面前で、直令派の犬になり下がったのかとのられ、段気髄も、閣僚名簿に同意しなかった。結局、閣僚名簿は変更せざるを得なかった。 翌年2月23日、ダンキ気髄は、河南省を、事故の勢力圏に加え直霊派との主戦場にするべく、河南特軍、長をご光心に変える命を下したが、河南省出身の大総統の女性省は、自身の故郷が主戦場となることに反発し、夏印を拒否した。夏印させられなかった雲邦は、ダンキ気髄より出席を受け、間もなく、病気と称して辞職した。 この経緯もあって、1920年7月の安直戦争で安棋派が敗北した後も、保邦は8月に国務総理に再任されたが、張作林から直令派よりとみなされ対立して1921年12月11日に再び辞職した。以後は天津のイギリス疎開に移住して、日本との合弁会社を営むなど、経済活動に専念した。 その後も、調査陣や中国国民党、日本から政治部隊への復帰を進められたが、実際には応じていない。晩年は仏門に入り、中華人民共和国建国後も天津に泊まっている。1951年1月3日、天津で死去。去年75。ありがとうございます。